市川さら遅刻して相手のせいにし相手のことを陥れようとしてしまう。かっこ炎上。いきますよ。そうそうそう。突入。六発しかない。突入。でもうまいのはうまいです。いや下手。じゃあ下手です。うわ。皆さんどうもこんにちは。輝く一番武士星川さらです。皆さんどうも二流三流所属星川さらです。うわ、かなえです。出てこなかっただけじゃん。なんか挨拶ありましたっけ。もうね、はい、先輩に対するリスペクトの点になってきたな。まあね、星川さんが遅れました今日も。え、なんて配信あれ大丈夫今時間、大丈夫。嘘でしょ。ごめんじゃあね、またね、さよなら、バイバイ。まあ、自分のコメント欄で仲間を集めてみたい、てたみたいなので、私は今ここで星川サッカーの暴露したいと思います。速報、秘宝、星川サラ遅刻して相手のせいにし相手のことを陥れようとしてしまう。かっこ炎上。よろしくお願いします。気づいてたなら言ってくださいよ、その時に。なんかいや後から言ってくるのずるいですよ。配信外でその話終わればよかったのに、こうやって星川が悪者になってくるんだ。やってんなーって。さあ、なんか上手くなったらしいです。でも今日まだ1回もやってないから、ちょっとウォーミングアップが必要です。なんだか上手くなったらしいです皆さん。ハードル上げんのやめてください。配信をご視聴いただいてる皆様。やめて。彼女はこのゲームが上手くなったらしいです。まあ、人にアークスターさせるぐらいにはなりました。わあ、あれマジ上手かったな。あ、刺さった。いやー、ごめん。うまてか、アークスター刺すの。えぐかったね。今僕ジップ乗ってる時刺されたんだけど。いや、あれマジで狙いましたか。ありますか。でも負けたからね、あの時。関係ないよ。これストレフできないと落ちる遊びあるよ、はい、ここ行って、はい、これここストレフできないと落ちる。今のちょっと待って、ここから落ちてからこう。あ、なるほど。え、すごくない。いや違う、今こっからこっちに飛んだだけじゃん。ちょっと待って、この崖からこう行ってこうよ。あー、戻ればいいんですね。行きますよ。そうそうそう。ほらね。ちょっと待って。ね、言ったでしょ。いや、まだ3回チャンスください。3回3回も登るの待ってられねえよ。突入。はい、やばい。突入。6発しかない。突入。6発ちょっと味方な。それは誰に言ったの。あんまついてこなかった。ちゃんとしてくださいね、次は。いやいや、ゼロダメージってあなたに。ちゃんとしてくれなかったら怒りますから。いやいや、だからゼロダメージって僕光る声キング持ってるが。ゼロダメージってあんた何ですか。ゼロダメージはあかんですよ。あんまゼロダメージゼロダメージ言うと星川は怒りますよ。いや本当にね、はい、遊びじゃないですから。ランクマッチっていうのはですね、はい、遊びじゃないです。だから遊びじゃないんですよ。だからゼロダメージはダメですよ。あの、上から落としたの誰ですか。だって、え、遊びじゃないんですよ。いやいや、もう全然意味わかんない。いや、意味わかんない。全然意味わかんない。何ですか、ね、意味わかんない。あー、待って、水こぼれたんだけど。あ、え、奥さんです。うっぺん引く。おい、水全部かかったってパンツに。だるい、マジで。あー、もうイライラする。もう本当にイライラする。マジで大丈夫。そう、大丈夫じゃない。マジで気持ち悪い。大丈夫ですか。大丈夫です。マイクが壊れました。え、やば。もうマジで気持ち悪い。え、大丈夫ですか。聞かれたい。あ、もう全然、なんか気のせいでした。あー、よかった。あ、でも下いるかも、まだ。もしかしたら、はい、スキャンだけしてあげて。あ、スキャンします。あと、ヘビアも欲しい。あ、ユナイトとかやんないんすか。流行ってますけど。あ、ユナイトですか。好きそうじゃないですか。ポケポケモンですか。ポケモンのことは今時にポケって訳すんですよ。ポケ。いや、まあ興味ありますけどね。なんか面白いですよ。そう、みんなやってるから絶対楽しいんだろうけど。ポケ。聞いたことねえけどな、ポケモンのことポケって言ってる人。ポケ知らないですか。知らない。リスナー言うよな、ポケって。嘘でしょ。え、ポケユナならわかりますけど。配信ある。え、ポケだよ、ポケ。みんなポケって言うよね。言わないで。え、ポケやろうかなって。今日の配信なんですか。え、ポケやった、ポケ嬉しい。嘘、聞いたことないですよ、さすがに。
ポケモン確かそうか、ポケモンってすでに略称、略称、略称なの。あ、そうですよ、ポケットモンスターです。じゃあユナ、ユナ、ユナ楽しいですね、女の名前。まあでも、はい、なんか好きそうですけどね。どういうところがですか。あの吉川さんはとても気品が高く上品なお方なのではい、あ、そんな風に思ってくれてたんですね。そうそう、向いてるんじゃないかなって。あ、そういうゲームなんですか。しょがりして。あ、そうそうそうあ、なんかラグがすごい、うん、あ、いや全然。あ、はい、あ、どうしようこれ、まあ、いいか。いや、どうしよう、いや、まあ、いいか。いや、どうしよう、リスナー、どっちがいいと思う、これとこれ。ねえ、なんで、ホスカにも聞いてくださいよ。あ、マスティフといえばどっちがいいと思います。殺せこいつ、誰か。エヴァで。はい、やっぱでもマスティフ言った、誰今打ったの。もう僕じゃないことだけは分かってほしい、後ろにいたのであれば。ねえ、競争しませんか。あ、いいっすよ、あそこのままで用意したくない。待って、違う、それはずるいって、待って、違う、キャラクターも遅っ。キャラコンの勝負、うん、いいっすよ。あ、じゃあいいっすよ、これハンデで、うん、どうぞ。使えねえんだよ、これ使えるわ。うえーい。謝って、間違えたらまず社会人の基本です。あーさーい、やばい謝り方。ちょっとあの、はい、レディーしながらトイレ行きます。あ、OK です。一瞬解散するかもしれないけど、ちょっと待ってて。恵まれる。パッ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 。もう洗濯物の洗濯終わった瞬間の服めっちゃいい匂いする。え、待って、これでいいかな、大丈夫。いや、最近あのリベンジャーズ見てるんで、それしか見てない。アベンジャーズも見て。じゃあ、え、別物ですか。でーキャンします。でーオッケー、行くわ。なんか、あ、いるやん、誰かいたぞ。やばい、体が止まらない。うわー見つけてやるよ。病気なんですけど。何の歌ですかそれ。これデデデデデデ大魔王だ。デデデ大王。え、デデデ大、デデデ大王か。あれ知ってますか、デデデ大王。知ってますよ、あの宣言っすよね、プププランドの。え、待って、プププランド知ってるんですか。え、プププランド知らないやついる。え、なんかじゃあ聞いてくださいよ、この前、この前じゃないけど別に、なんかもしくは人生であの人としりとりしてて、はいはい、プが出てきてプププランドって言ったらめっちゃバカにされて、何それみたいな。もうなんか半切れですよね。プププバンドっすよね。ええ、バンド、バンド、バンドなんですか。君の春になれたらとかっすよね。あ、そうですよね。準備して。え、そうですよね。そうですよね、はい。あ、まあ、そっちもありますよね。え、あ、うん、そうですよね。あ、あ、そうです。え、なんかほんな、あ、なんですか、国的な国、プププランド、プププランドっていうあの国は知らないですか。え、そう、国家問題とか国際問題教育くれないですか、配信で。違います、違います、あのそういう国とかじゃなくて、なんかあのなんて言うんですか、お国柄は怖いですからね。いや、そういうつもりじゃないんですよ。 あるんですよ、そういうプププランドっていう場所が。あ、場所、あ、知らない感じですか。もしかして星のカービィ。あ、そうです。え、わかるやん、わかるよ、よろしく。何だったんすか今の会話の時間。でもバンドもあるんですよ実際。へー、どっちが先なんすかね。いや、どう考えてもカービィでしょ、舐めてんのか歴史を。ドアロックできたらないもの。すみません、僕が、いや僕です。いやいや、本当に僕はですね。いや、もう、いや、私がおります。重い重い重い。現在ご視聴いただいた皆さん、謝罪配信、全滅させてしまいました。半分こしましょう。責任も、申し上げます、責任半分こ。申し訳ございません。金井先輩、あ、なんすか。辛いことは半分こですよ。え、責任半分。辛いことも全部僕のもんだ。え、ジャイアンより
欲張り。あら、耳の方なの。もうやらかしたし。やんだやん。なんかガス置いた方がいい場所あったら言ってください。なんかもう敵に向かって投げたらいいんじゃないですか、ガスって。敵に向かって、はい、オッケーです。ガス使わないからわかんないな。うわー、下手だな、申し訳ねえ。いやー、星川もちょっと下手すぎて悲しくなってきた。いやいや、そんなことないですよ、星川。いやいや、そんなことないですよ、話せます。ザーボンさんかドドリアさんぐらいには言ってあげますよ。何ですか？はい、あ、ドラゴンボール。わかんないんですよ。来た、できる。ういーういー。え、そんな声初めて聞いた、かのえ先輩の。え、リーグオブレジェンドへようこそ。ここはサモナーズリフト。知らない感じ。はい、ロールやったことない。あ、ロールはわかるんだ。ちょっとあれ、スペース早かったら言ってください、はい、あ、大丈夫です。なんかちょっとついてけへんみたいな。その移動とかですか。そうそうそう、頑張ります。いやいや、違う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 、チームだから。違う、頑張れる範囲のないだから。え、マジ頑張らないからスピード上げるか。ちょっと意地悪じゃないですか。もう別に上手くないからな、このゲーム。いや、上手いですよ、ね、いやいや、上手い人もっと上手い。いや、そりゃ上と比べたらキリないですけど。いやいやいや、僕ぐらいのレベルの人なんていっぱいいますって。でも上手いのは上手いです。いや、下手。じゃあ下手です。うわっ。めんどくせー。わわわわわ、絶対見ると思ったんですけど。星川さら23時の先輩に向かってエーペックス下手と言って。いや、今のは絶対星川悪くないもんね、みんな。あ、誕生日おめでとうございます。え、もう、え、いや、いや、はい、え。誕生日おめでとうございました。 ありがとうございます。はい、誰かと勘違いしてんのかと思った。誕生日ですか。そう。いや、なわけなくないですか。えと思った。いや、さすがにリプくれてたよなって思いながら。なんか上手くなったんですよ、はい、確か。うん、けど邪魔すんなって。ちゃんと、もういいです。で、いや、もういいです。あそこにおるよ、面白そうだ。え、言ってよ。いや、上手くなったんですけど、やっぱ一緒にやると全然上手くなった感じしない。差を感じた、感じた感じです。とへこんでますよ。まあ、でもそんな簡単に追いつかれたら困りますよ、僕も。そうですよね。だって僕もね、大会に出てるわけで、僕だって上手くなるわけですから。そうそうそう、純粋にライブ前だからやっぱ忙しい。はい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 。8月1日デイライトアップトーンズデイ2に出演していますので、よろしくお願いします。なんと、カナエダンスを始めてからの初のダンスをお披露目。おぉ、それもダンスって言ったらチューリングロンもダンスですよね。まあ確かに、まあちゃんとしたね。今回あれですよ、オリジナル。はい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 。わお、おぉ、わお、わお、わお、すごいや。何が、え、あ、ゴロリも知らない。ゴロリって伝説ポケモン知ってます？ゴロリ見てみます。あー、知ってます。それ、え、待ってね、ジャンマス、ジャンマスもやんなきゃうまくなんないですよ、でもこのゲームは。私がジャンプマス、はい、ね、ま、マジジャンマスやんなかったせいで2年間うまくなった男が言うと説得力ある。おい、言い過ぎだろそれは。え、カナエ先輩のことですか。2年間うまくなんなかったは言い過ぎだろ。謝れよ。いや、今のは僕が悪いっす。悪くないっす。基本的に僕が言ってるから僕が悪いと思って大丈夫ですよ。誰も悪くないです。辛い思いは半分こってこと。さっき受け入れてもらえなかったけど、そうですよ。大丈夫ですか、ラグいっすか。はい。そのラグを言い訳にしたくないけど、事実みたいな。はい。いやごめんね、いや、いや、いや、ど
したんですか、そんなに騒いで。いや、かなえ先輩も騒いでたじゃん。みっともない。いや、違います、泣いてたから一緒に泣いてあげたんですよ。しか僕が泣いてたみたいなのやめてください。泣いてたじゃん。うわー、言ってましたよ。え、まあ勝ちたいね、かなえ先輩。勝つか、勝つか。じゃあ、ね、勝ちたいんですけど、星子。僕だって勝ちたいんですけど。いやバブちゃんやん。私は、はい、今ここに宣言します。本気で目の前の敵を追いかけ回して殺す時以外は刺しません。はい、約束。注射器を、はい、刺しません。宣言します。先生、パパパパーン、ダルルダ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 ーン。え、結婚したやん。競馬の方だったんですけど。知らないんですけど、競馬の方。競馬の方知らないですか？ファンファーレみたいなやつ。あ、馬病院みたいなやつか。そうそう、知ってます。知ってるやん。マジ。この前、はい、ケンモチさんにさ、はい、あのミッキーの真似してたの、一緒にいるときに。はい、でさ、あのミッキーをこすりまくってたら、いや別にそれそんなに似てないからねって言われて。その後にでもね、ドビーはガチで似てたって言ってた。あー、切ないな、似てないんだ。ドビーやってくださいよ。えー、でもなんか、なんか安売り。やってる。あー、似てますかね。ここはね、どんどん押してる時のやつね。はいはい、なんか星川の中でと60点ぐらいなんですけど、よっぽどミッキーがひどい。ハリーポッター見てきな。いやいや、もうめっちゃ見てますよ、ハリーポッター。超好きだし。いやいや、浅い浅い、マジで。いやいやいや、どっちですか。日本語版で見てる、ちゃんと。あ、どっちも見てます。え、日本語版だね、マジ見てる。いやいや、覚えてますよ、ロビーの声ぐらい。これ今そっちに。またシャボンティ諸島で会おう。はい、なんか聞いたことある。本日はこっちで、ご視聴、あ、言えますよそれ。マジか。はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。オリジナル、え、この先輩のマネですよ。違う違う違う。あれ、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、フォローとよろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。せーの、お疲れ様。さなえぶし。気持ち悪い。誰の真似だ。